ホワイトマウンテンズのメトセラグローブメトシェラは、カリフォルニア州東部の引用群、ホワイトマウンテンズの高地に生える、樹齢約4800年のブリストルコーンパイン、ブリスルコンパインである。メトシェラは969歳まで生きたとされる、旧約聖書の登場人物メトシェラにちなんで、名付けられた。引用国立森林公園のフォレスト・オブ・エインシャンツ、地区の中にあるメトセラグローブで、 海抜2900メートルから3000メートルの高度に生える。破壊行為から守るため、メトシェラの正確な位置は公開されていない。メトシェラは1957年にエドマンド・シルマンとトム・ハーランが調査用のサンプルを採取した時点で4789歳であり、紀元前2832年に発芽したと推定されている。 メトシェラは黒音声生物を除いて基地の最古の樹木とされてきたが、さらに樹齢が長いブリストルコーンパインが同じホワイトマウンテンズにあると2013年に発表された。ブリストルコーンパインプロメテウスと名付けられたブリストルコーンパインの WPN-114 は1964年に切り倒された時点で4844歳を超えており、 紀元前2880年に発芽したと推定されている。また、約4600歳の別のブリストル高温パインは、現在も生きている。これらの木や別のブリストル高温パインのサンプルに基づく、年輪年代学は、約500年の誤差はあるものの、紀元前9000年まで遡ることができることになった。クローン性生成物これまでに発見された別の長寿の生物は、 クローン製のコロニーである。例えば、カリフォルニア州のモハーベ砂漠にあり、キングクローンと名付けられた浜ビシカの低木、ラレアとリードンタタのコロニーは、約1万1700歳、スウェーデンにありオールドトジコと名付けられた、欧州逃避のコロニーは、約9500歳である。ありがとうございます。